ッケーオッケー。おっしゃー、グランドタイガーはいけいけるいける。お前おちびちびだわ。しゃあしゃっしゃ、見えてきた見えてきた。いいグランドタイガーしてきたときにあれがいけいけんのか。すごいいけれんちゅうに。でもオッケー、おしゃしゃしゃ、なんでだよおい、ふざけんな。大丈夫、オッケー、おっしゃ、うわ大丈夫大丈夫大丈夫。やばいやばい、いけたー今絶対いけたわ。セイクラッシャーで焦った焦った焦った、マジ焦った。見えた肝心のところでこれが出るもんな。クソがマジで、これこれこれ、オッケーオッケー。あーやっぱ上いったな。オッケーっしゃー、やばいやばい。うわ強、でもだいぶ近づいた。やっぱベガやな。見えたわ。もうワンポイントとして強パンチのサイコクラッシャーやって相手を越すと思ったらもうその瞬間でずっともう右溜めしてた方がいいです。なるほど、はい、もうだ次にだから出した瞬間ぐらいに、すぐ行ける、うん、出した瞬間ぐらいにもう溜めとくぐらいで、で越えなかったらまあそれを外すっていう感じのだと結構やりやすいです。 OK、 わあこうなると、いやずる今の。くそ一生取られるのしんどいな。どこ、ああもうジャンプして受けようがいいな。もう、うわ上行ったらすぐ来る。うわあ強っ強っ。行こう。みんな、12時ですか、秋葉の橋。12時ぐらいのメドに行きたいね。てるやんちょっと。おっ、おっ来たこれね。あっ OK、 よっしゃ。あー上行ったら、もう上行ったらダメなんだよ。うわ全然出ない。あともう一個一応情報として、あのダメージを食らって吹っ飛んでる時にもう溜めといた方がいいです。なるほど、はい、あ、それでも溜まるの？溜まります。よっしゃ、行こう。オッケー。うわこれ
下のガードだけでいっちゃう、上のやつを食らわんちゃう、下のガードだけ。うわっ、どっちどっちどっちノックアウト。うわっうわっ、これはダブル11。あ、でも落ちた。つかんのかい、クソ。むしろついてよかったぞ、今の。確かに。あ、ほら、わあ、大変。なんや、お、来た。しゃー、今読んだぞ、俺。ハリナが通した、今。あー、こう2発来てた時に、あとはサイコクラッシャーやって相手がガードしてる時に投げやすくなるんで、チャンスがあれば投げれます。結局あ、今ね、今サイコクラッシャーだった。この後、あ、でも向こうもやっぱり隙がない。くそー、これレベル下げたらやり直し1から、逆時間かかる。あと2人。あーラボー、あーあー、やばいやばい、大丈夫。あー、もうおおお、マジしんどい。絶対ベガがいいもんな。絶対ベガがいい。この感じ。もう、もう一成長いるよ。もう一成長、もう一成長。